なんか質問で予告のコメント取りはいつやったんですかって来てるんですけど。裏切り者か？違う本当に。裏切り者。本当じゃ。みんな聞いてくれ。キヨキヨさんも看板持ってるわ。違う。これ看板持ってるもん。違う。カズさん、みんなから人狼って言われてますよ。なんで？いや、ドズルさん怪しい。ドズさんクソ走りまくって。遠目で見るともう全裸。裏切り者いないと思うじゃないですか。うん。私はじゃないよ。我が深淵にお連れしよう。さあ、誰が。なんでしょうかね。ヒヒヒヒヒヒヒ。ここは僕かもしれません。僕に騙されないように皆さん注意してくださいね。なんだよ。俺がやったって証拠あるのかよ。見つけてヒーローに会いたいと思っておりますので、皆様よろしくお願いいたします。僕はじゃありません。信じてください。はいどうも皆さん、コンテッチャーオラフくんです。最後まで上手にできるかな。いやー、この中にかーやなんてとんでもない。誰でも裏切れますね。生き残るためだったら何でもやります。よろしくお願いします。全員倒して僕が勝ちます。今日という日のために初心者であることを隠し続けてきた。全員ぶっ倒しちゃうぞ。全員倒します。俺が。あこれは、皆さん一緒ですよね、多分。あの、はい、そうですね。はい。あれは撮影後に、はい、うん、死んだ人から一言入れてされっていうルールがありましたんで。はい、わらわら、うん。その元に予告動画見ると面白いかもしれないですね。みんな結果分かってあれやってる。結果もないわ。確かに。ボンさん、どんな気持ちであれ入れてるんだ。誰が。なんでしょうかね。一番最初にボンさん、ボンさんちょっと強がってるかもしれないですね。おもちろすぎるな。悪そうになんか喋ってたけど、クリーパーで爆発した人の発言だから。いやだからボンさん一体誰が裏切り者なんでしょうかねって言ってたんですけど、あの時点でボンさん本当に分かってないから。役者ですね。大役者。ルサク君はまんまだと。確かにそうですよね、うん、全員倒して僕が勝ちます。まあ、だから告知動画にもちょっとそういう伏線じゃないけどね、あったのは良かったですね。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画と概要欄から本編動画もお楽しみください。ドズル社最高、ドズル社しか勝たん。